どうも皆さんこんにちはということでですね、本日はアニメイトさんのエイダ店に来ておりますということで、カメラマン砂染さんにやってもらってます。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、実際我々がエイダをやりましたが、はい、それがとうとう形になったということでですね、まあ、早いんだけど、はい、これが一番最初だね。ナナコがこれはなんか動画でやったらしいね、なんか話によると。あ、そうなんだ。 それ動画でやったらしくて、生放送ではなく。そうそう、ナナコ、ズズリズムさん、高尾紳士さん、愛の戦士、はい、格がまずありました。かっこいいね。かっこいい。で、次がトリッピー、サオロン、グチツボ、キリアン、ショボスケタク。ね、みんなね、なんかデザイン見たけどいいよね。すごく良かった。確かに。エモいね、全部ね。エモい。めちゃくちゃエモい。そしてこれが我々のタグでございますよ。はい、懐かしいですね。はい、私もいますね。俺もいますよ。はい、確かに。いや、これ後でなんかこう動画に映るけどね、パネルとかもすげえ素敵だったわ。いや、ちょっと楽しみ。ちょっと私先に見せてもらったんだけどね。はい。じゃあ、はい、このまま行ってみましょう。はい。ということで、これやばいね。ここからもうチラ見えする時点でちょっとね、これちょっとやばいね。素敵やん、完全に。これしかも実際座っていいんだよね。それ座ってん、よし、と一応スタッフさんにお聞きしました。たまらんじゃね。あ、すごい、お茶もある。ちょっとじゃあ、座らせていただきます。はい。あ、獣王その1。俺が本物が座ると本当の獣王になるから。獣王ね。もうちょっと野蛮な感じ。いや、でも獣王結構下座で。意外とね、俺禁止だから上座座れない。あ、上座はなしで。まあちょっとパネルも見ていきましょう。ぜひぜひ。あ、っていうか外にやっぱ飼育する子いるんだね。豚さんいるわ、シャオちゃんのやつ。全体。すごい、なんかミニチュアもいるんだ。うん。そうだね。大きくなると見やすくていいね。いやー、エモいですよ。いや、これグッチのさ、マリンさんもこれ美人さんよね。確かに。いや、すごい。あ、しかも右上にちゃんとグッチいるんだね。なんかね、うん、マリン様結構個性で出てね、 やっぱ愛着湧いたんで、私はマリン様だったので、うんうんうん、すごい、ね、で、トリッピー抜いて、で、これがショボスケか。ショボスケさんの妖精もまた可愛いですね。いや、いいね、本当にね。そう、でも我らのリリー様も負けてないですよ、うん、可愛さで言うと。確かに、負けず劣らずのね、どのリリー様も素敵っていう ね、 いいね。これ、ここはちょっと座れないな。座っちゃえよ。座れないな。ちょっと座れないな。あ、いいですね。そこはまあエイダオですね。まあネタバレにならないので、ちょっと、はい、まあでもそれ以外はちょっとね、ネタバレになるのでなかなか言えないけど、まあこういったまあ王様が一堂に集うみたいなあらすじでね。これちょっとこの空間エモすぎるな。はい。みんなのやつがあって、さあ、そして。そして我々のですよ。よいしょ、ちょっと移動しまーす。ああ、すみません、ユスラさん。はい、いますね。ああ、頼んで。で、獣王いますね。はい、ぜひ獣王と映っちゃってください。ああ、いいですね。獣王ですね。いや、いいね。深爪ですね、なかなか。俺こんなさ、はい、あのパネルが。できた、あの作ってもらったことないからさ。あ、そうなの、意外、うん、生まれて初めてパネル。あなた全身ポップパネルみたいなやつがもう、うん、たくさんあるのかと思った。生まれて初めてよ。へえ、すごいねこれ。はい、でっかく見るとやっぱいいな。うん、たまらんちゃね。俺ね、スナさんのデザインめっちゃ好きなんよ。ああ、確かに、うん、あのセンスに牙を描くところがエモかったです ね、 ね、確かに。いいね、これね。うん、めちゃくちゃ美人さんね。いや、ありがとうございます。マリン様、マリン様美しいですよ、本当に。これいいですよ、マリン様。はい、私はマリン様推しになったのでね、うん、いや、いいね。素敵です。いや、あでやか、あでやかですね。なかなかいろんなマリン様がいて、みんな好き、ね、歴代の。はい、そして、こっちも映していいということで、はい、映していきたいと思いますが、なんかね、それぞれみんなネタバレにならない範囲でまあなんか記憶に残ったセリフが書かれていると、うん、なるほど、いうことらしいですけど、まあ、こっちのタッグとかは僕まだ見てないんでね、はい、ちょっと今度見たいなと思うんですけども。確かに、なんか自分の役をどう演じたか気になるよね。ね、そう、どうなってんだろう。ここで言うとズズ君はどういう、うん、選択。そうね、気になるよね、うん、どういうセリフを吐いたんだろうっていうのがね。ね、こっちも見てみましょうか。はい、いやー、はいはいはい、いやー、
これはなんか触れんのむずいわ逆に。そうだね、やっぱネタバレになっちゃうので、うん、それを深く触れようとすると、ね、でも多分やっぱ見てると思うドエモいんでしょうね、うん、っていうとまあ我々の卓になるんですが、はい、これはもう、そう、我々の卓もね、どのシーンでこれ言ったかって言っちゃうともう完全にちょっとまあ触れちゃう部分が、内容に触れちゃう部分があるのでね、そう、あんま言わないですけど、そう、どんなセリフをして場面場面でどんな選択をしたかみたいなところは、まあ、うん、おのおのが見ていただければと思いますね。そうだね、まあこれはでも個人的にはエモい。さあということで、まあ、ここの、エイダのエリアを楽しむと、はい、なんとさあここからですね、なんと、はい、グッズが買えるということで、グッズコーナーとなっております。見ましょうか。はい、そうですね。いいね。あそこに飾ってたところのセリフ書いてある、うん、色紙かね、とあとはバッジだね、はい、と他にこのなんか国ごとので、しかもこれ多分ね、なんかそれぞれの色がなんかなんてパーソナルカラー的なやつがみんな色でなってて、はい、あ、スナさん赤なんだね。そうだね、赤、愛の戦士と私は赤で、はいはいはい、黄色が、うん、キレンジャイがすごい多い。キレンジャイ多めだね、うん、めちゃめちゃ多いっていう、ね、でも黄色でもそれぞれ色がちょっと違っていいね。そうで、かさらにここにまあ比較さんが追加になったりするので、うんうん、まあ、そのまだその時期によって扱ってる商品、扱ってない商品っていうのが実はありまして、はい、まあ、なのでそのご来店される際には、うん、まあ、ちょっと公式ホームページ見て、その自分の求めてるアイテムがまあちゃんと今日あるなっていうのを確認してね、うん、皆さん来ていただければと思います。お願いします。はい、あとはこれがポストカードかなですね。いや、いいね。はい、でまあここがさっき飾ってあったバッジとか、そうだね、それぞれ飾ってあったやつが、はいはいはい、まあ近くでまあ手に取ってまあ見れるっていう。これ超欲しい、ここのシリーズ。ああ、なんかその立ち絵もいいけど、その、うん、SD になってるね、そのデフォルメになってるキャラもそれぞれ個性的で可愛くていいなっていう風に、うん、うちの子ね、立ち絵もね、こっちの SD 絵もね、どっちもめちゃくちゃ可愛いのよ。はいはいはい、はい、なんか愛着湧くよね、自分のキャラね。確かに。いいよね。ということで、まあ、こちらで商品全体が見れて、まあ、あとアクリル飾る用のジオラマとかも、はいはい、あったりしまして、いや、いいね。いや、みんな来てくれるの楽しみだね。そうですね、はい、なんかやっぱこう実際に手に取ってグッズとして、うん、なんか立体物になるとやっぱ感動するなっていうふうに思います。本当に、はい、そして、まあ、映せないんですけど中は、はい、この先はもう本当にエイダの本編のネタバレを含んでいるので、まあ撮影録画、録音は禁止、まあ、ネタバレ禁止ということなんですが、うん、まあ、この中にはすごいいろいろワクワクするものがあったと。僕もさっき見せてもらったんですけど、はい、ね、いいよ。よかったですか。エイダはよかった。うん、エイダはいいぞ。エイダはいいぞ。なるほどね。というですね、中身になっておりますので、ご来店される方はですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、ということで、一通り見て回りましたが、はい、シラさんも見て回ったんだよね。私はもう、うん、先に見させてもらいました。最高でしたね。いや、よかったですね、本当。はい、ということで、皆さんのお越しお待ちしております。はい。はい、ということで、はい、重要でした。はい、いや、めっちゃいい。ちょっと皆さんもぜひ来てね、感想とか教えてくれると嬉しいです。ありがとうございました。さあ、ということで家に帰ってまいりました。イエーイ。ということでですね、実際にグッズ開けてみたらどんな感じになるのかちょっと気になっちゃって、私行ってみるか悩んでるなーって人のために、なんとグッズを手に入れたので開封していきたいと思います。まずはこちらですね。かわいい。ブロマイドセットでございます。これ2枚セットなんだね。開けちゃいます。私はなんと贅沢なので開けてしまうんですね。よいしょ。ということで、これを開けると、ほい！おお、すげえ！結構ね、1枚光沢がある感じで。さあ、この SD キャラでも、こっちの等身大の方でも、バルの、マオくんが楽しめると。いやー、すごいよなー、マジで。めちゃくちゃいい。どっちもね、マジで好き。こんな感じだね、紙の質感と。うわ、こんな感じです。まあ、ポストカード、これどうやってみんな楽しむんだろう。なんか、硬いやつとかに入れてやるんかね。こちら、缶バッジでございます。ということで、これは大きい方の、缶バッジになってます。かわいい。よいしょ。じゃあ、開けちゃうぞ。はい、ということで、缶バッジピッ。さあ、缶バッジは、これもね、ザ・缶バッジって感じです。ちゃんとマスクしながら撮ってるんで反射しても大丈夫ということで。まあこれはね、俺でも缶バッジって多分結構前に自分で出したグッズぐらいかな、多分記憶に残ってるのは。なんでこういう、しかもね、なんかちょっとかっこよく書いてもらったやつ、初めての缶バッジなんじゃないでしょうか。さあ次がこちら。
バッグチャームですね。これすごいよね。あのね、黄色のバッグチャームの人が死ぬほど多いんで、多分ね、まあ寒色系だからね、まあ一応俺もピンクもね、同じ感じなんだけど、よいしょ、これは、ここに引っかかってる。うわ、質感がめっちゃいいな。おー、すごい。チャームの部分が、こんな感じの質感をしておりまして、で、ここに、国旗かな？国のマークと、あとは旗が、こうやって2枚で、ファサファサファサーと、なびく感じですね。バックにこうやって、国民のみんなは、うさまおくんのみんなはつけてもろて。こんな感じでつけられる、みたいな感じですね。まあ、触った感じ、本当になんか、結構重々しい、かっこいい感じのやつでございます。フリルのキーホルダーでございます。うわ、これかわいいね。これがまたいい。よいしょ、下から開けるタイプですね。よいしょ。開封していっちゃうぞー。ということで、ピッと。はい。最後がアクリルのキーホルダーですね。最後のアクリルキーホルダーはこれかわいい。すごいね。こんな感じで吊るすとこんな感じになります。アクリルキーホルダー。後ろは白い感じになってるやつだね。ということで、これが魔王さんのグッズと。さあ、そして満を持して登場、こちらでございます。ででーん、まあ大物ですね。アクリルスタンド魔王バルでございます。さあ出ました、こちらがアクリルスタンドでございます。かっちょいい。でこれが足元につけるやつだね。魔王ってちゃんと書いてある、すげえ。これとは別に、なんか宅の5人をそう飾れるようになってるジオラマセットみたいなやつが別にあって、ちょっとそれは持ってないんですけど、例えばその俺が一緒に出たね5人をそのいっぺんに飾ったり、まあやるようによってはね、俺を5体買えば魔王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 みたいな、魔王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 フルコンとかそういうのもできたりする。よいしょ、これではめ込むと、あ、パチッと はめ込んだね。これでアクリルスタンドで、うわ、かっちょいい。俺が本物がこんなだったらよかったな。こんな感じで、立てて飾ることができると。てってれー。いいですね。うわ、めっちゃいいやん。だからこういう風にね、こいつとこいつで、こうやって、学校行くときとかね、会社行くときこうやって、カバンにつけて、魔王国のうさまおくんだよって、アピールしながらこうやって歩いたり、お家でね、家帰ってきたらね、こいつがまた見てるみたいなね、やつにしたり、ね、バッジつけたり、ポストカードを見て、ポストカードだな、みたいな、楽しみ方ができるわけでございます。はい。ということで、皆さんもしよければですね、9月の17日までやってますんでね、よかったら皆さんぜひ遊びに行ってみたり、あと、事後通販もあるのかな。はい、そちらの方でよろしくお願いします。ということで、何とぞー！何とぞー！